金のマリーちゃん人形ボッシュートです。完全にワンパク扱いされてるから。男の子お前グッジョブだぞ。諦めちゃったじゃねえか。さあクイズを、回答をどうぞ。正解、わかんなかったら罰ゲームだったぞ。怖すぎる。こんにちは、ナランノーと申します。はい、じゃあ3年目の夏デート行きましょう。まずは海か。ごめんね、待たせ。待ったよ。なんだよ、すげえ心配するし。あ、いや、でかい声出してごめん。俺こそ冷静になるよ。よし。そこ、なんかいい。あー、出たな。おーい。もう、おい、大丈夫だから。俺、お前の大好きな水着着てるから。泣かせろ。ん？いいよ、好きにしな。それ、その水着。まあ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 、3年目ですから、俺もこのアマさんスタイルにも慣れたものですよ。は？バカ、変くない。そうね、ちょっと変化あるかな。俺は慣れたからいいけどさ。クリーンヒットすると褒めるどころか全身に電流走って危ないぞ俺。まあまあまあ、これも慣れたもんですよ。俺も慣れっこですよ。5回目ですから。で、どうします？そうだな、先にミーチにしようか。はい。ですよね。もう慣れてくれよ。で、何して遊びたいんすか？うん、泳ぎたいな、砂に埋もれたいな、波打ち際で水遊びを。これなんか一番悪い選択肢を選ぶとときめきの会話になるらしいですよね。長つもりくんは泳げないのか泳ぐのが苦手、砂に埋もれるのも嫌がりそう、水遊びぐらいなら嫌がらなそうだけど、いやー、どっちだ、どっちも嫌がりそうだな。ちょ、泳ぎたいって言ってみるか。一番わかりやすく嫌がりそうだし、どうかな。泳ぎたいな。嫌なら別のことしよっか。いや、泳ごう。ゴー。ゴでも本当はさ、怪我したり下手な日焼けするとモデルの仕事に影響出るから、こういうのは避けるようにって言われてるんだ。え、そうなん？そんな状態で1年目から来てくれてた。だからそんな重装備で。ごめんな。え、長つみくんって意外と誘われたら断れないタイプ？あ、そっか、気づけなくてごめんね。こっちも黙っててごめん。確かに。いやいや、でもこっちこそごめんね。ほら、手。え？手つないで海でプカプカするくらいなら怪我も日焼けもしないでしょ。日焼けはするな。バカップルみたいだけど、今日は素直に受け入れる。デートだもんな。ほうほう、これは成功したのか。夏森くん、成功したのか。楽しかったとか、そんなありきたりの言葉じゃ済まない。どう言えばいいかわかんねえよ。多分成功している。
やった、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 やった。まだ離れたくないんだ。時間まだ大丈夫ならもう少し付き合ってくれるか。もちろんだよ、行こうよ。うん、よし。何スンってする、スンって。キス、あんたからしろよ。いいんだな。おい、行ったれ行ったれ。俺、終わったのか。うん、おー、なるほど。この辺も聞きたいが、本人のことも聞いてみたい。あと何回いけるかな。とりあえず七つ森くん聞こう。最近七つ森くんの周りすごく賑やかだよね。あんたを含め。おほ、そうかな。かなじゃないだろ。はあ、まさかこんなにぎやかな高校生活を送るなんて想像もしてなかったわ。おうおう。楽しそう。なんだろう、厨房の時にはなかったこの感覚。おうおう、中学の時はどんな子だったんかな。人と接するのがほんと面倒で、正直中学ん時の楽しい記憶ってない。そうなんか。だから高校入ったらもっと面倒なことで溢れてるものだと思ってた。ああ、だから隠してたのかな、夏森くん。でもあんたと風間とダーホン、何このめちゃくちゃなカルテット。ほうほう、えカオス。おかげで高校生活が劇的に面白くなった。俺の面倒な秘密もみんなさらりとスルーしてくれる。いい意味で。確かにね。でも君が望むよりカジュアルに捉えてるから、いつバレてもおかしくない感じだよね。だから今すっごく充実してる毎日が本当に。七つ森くんだけじゃなくて、きっとみんなも充実してるよ。はあ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 、いいね、いいね。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみ。うん。何うん。ああ、じゃあちょっと久々に腕あたりをさ、こう。はい、バイバイ。はは。本田くんから。うん。はい、もしもし。もしもし、俺だけど。うんうん。何でしたの？今度の日曜なんだけど、空いてないかな？今度の日曜日は別に大丈夫。うん、いいよ。ねえ、ショッピングモール行こうよ。みんなショッピングモールばっかり。なんかちょっと変なとこ連れてってよ。あ、行こう行こう行こう。君なら来てくれると思ったよ。もう、行くけどさ。もう、本田くんの家とか行ってみたいな。だーごめん、俺嬉しさのあまりそこまで考えられてなかった。だー本田くん。もちろんそこで問題なし、ありがとね。うん、すっごくね。はあ、日曜日が待ち遠しいよ。じゃ、またね。うんうん、初めてだな、本田くんから電話来たの。てかあれなんですよね、前回の体育祭でもう2番目に来た時点で思ったんですけど、もう多分グループレイドは起きないっすね。うん、好き。もうだって風間くん超えてきてるからね、本田くん。残念。まあでも楽しかったな。あ、うんふん、よし。本田くん、そうそう、本田くんにもちょっとウルトラビビットで臨みたいので、このまま行こう。あ、ちょっと早かったかな、あれ。お、またこのパターン、みんな早く来るね。なんで、間違えてないよ。あ、
飛んだから早く着いてたんだね。そうそう、実はね、今朝の夢君に話したくてさ、うずうずして早く来たってわけ。うん。でね、着いてから気づいたんだ、俺だけ早く着いても意味ないってさ。うん、前回と同様、俺のことすごく好きになった時の会話ですね。うん、君見たら忘れた、夢よりリアルな君の方が大切ってこと。ほんだく、うん、どうしたの？あいあい、パンダだ。俺の体に興味津々？あー、うん。君のセンスの良さを再認識したよ。お？これはビビッドをお気に召した感じか？え？ただ派手な格好するのは誰でもできるけど、そんなに似合うのは君くらいじゃない？ホンダ君。ホンダ君、こういう服装すごく好きになってくれたみたい。おうおう。気になるショップはある？おおお、早くスカイラウンジ行ってみたい。え、選べるの？行きたい。いいよ、気になる原因を突き止めないと。え、あ、うん、そうやな。どうしたの？ちょっとバンダナ。君に触られると変な感じ。おー、そうかい。うんうん、衛星写真で見る羽ばたき師って感じ、面白いね。うんうん、わー、水平線が光って見えるよ。本田くんのお家見えるかな。高くて足がつくんじゃった。もう衛星写真で見るって言ってるから、あー、どっちかな。あー、水平線が光って見えるよって、なんかこう地球の話まで持ってってるから、本田くんがうんちくを語りやすいのでは。あー、水平線が光って見えるよ。うん、いいタイミングで登ってきたね。うん、えい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 。どうしたの？えいえい、バッチリ好印象。まだバンダナがいけるはず。体力は割とあるんだよね。確かに、そうなんだよな。なんで運動神経ないんだろう。あんなにいいバネを持っていて、体力もあって、すごくいいスピンまでできて、何が苦手なのかな。おー、女の子がクイズ王に気づいてしまったな。ほんとだ、クイズ王、あっちの岩場にたくさんカニがいるんだ。クイズ王が誘惑されてしまった。うんうん、どれどれ。デート中だよクイズ王。本田くん、子供たちに捕まっちゃった。うん、イベント、あ、すごい。うん、いるね、カニがいっぱい。なんだなんだっけ、磯のカニ、サバガニとかか。はい、ヒライソガニ。ヒライソガニ、ほほほほ。本田くん、素敵なスチル。あ、何匹いる？これって食えんの？うんうん、いい出汁が出る、お味噌汁が最高。はあ、なるほど、こんなちっちゃい子たちお味噌汁の具に、はあ、出汁にするのか。はあ、食べるんだ。あれ、君はカニ苦手？いや、ちょっと大きさ的にこれなんか食べる想像しなかったな。ううん、これだけゾロゾロいると。そうなんよ、ゾロゾロいるんか。でも磯ガニとかがいるって結構綺麗なんじゃないかな、この辺の海は。てか、え、あの堤防のところにこんな浅瀬の、え、あるの？へえ。そうなの？なんで？美味しいのに？よく食べてるのかな。わかるよ、ゾワゾワして怖いもん。そうだな、女の子。いや、俺も確かにちょっと数いたらちょっと引いちゃうな。クイズ王って女心は分かってないんだね。男の子、クイズ王の痛いところつくんじゃないよ。それは彼のアキレス腱なんだから。
ところでクイズ王とお姉ちゃんって付き合ってるの？男の子、まあグッジョブだぞ。無邪気という武器。じゃあクイズ王の回答を聞いてみようか。さあクイズ王、回答をどうぞ。え、それは…どうなのかな。おい、聞いちゃったよ。お前はジャンプアップクイズに失敗しました。あ、金のマリーちゃん人形ボッシュートです。え、私に聞かれても。ちょっとクイズ王、そういうの女子に聞いたらダメなんだよ女心が分かってないな。そんなこと言えちゃうの、大人だな女の子。木さんかよ。そうなんだよ、クイズはそこ苦手ジャンルだから。もし彼とクイズ勝負をするときはそのジャンルで攻めると勝てる可能性が出てくるよ。おすすめです。え、そうなの？ごめんね素直、素直だな本田くんは。素敵だな、そういう素直なところ。この手がタジタジになったらちょっと珍しいかも。確かによかった、楽しんでくれたみたいだね。その顔見て安心した。おん、このぐらいの時はあんまデートしなかったのかな。なんかあんまり見ない反応だな。最後はバンダナダメだった気がする。どうかな、名残惜しいな。うんうん、ランちゃん。うん、来たな。え、あ、急にごめん。今ふとさ、君のこと名前で呼びたいって思ったんだけど、ダメかな。本田くん、いいに決まってるやん。いいよいいよ。本当に？やった！あはこ、ランちゃん。うん、この呼び方、新鮮。そうだね、なんだかちょっと照れるかも。送っていくからまだ話せるよ嬉しいね。嬉しいね。どうしたの？スンってなる。本田くんもスンってなる。もう結構もしかしてやりたい放題できるね。ちょっといい？いい？少し遠回りしちゃう？おお。ありがとう、送ってくれて。俺もありがとう。ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。ん？いいやないか、いいやないか。話したくないや。あ、本田くん。もしかしたらそろそろ風間くんをデートに誘わないとたぎらせてくるかもしれないな。ちょっと気をつけよう。行こう。よ、うん、寝てない。ん、また寝てない。相変わらずメガネと攻めてるからね。ビビ、オッケー、雲腕。おう、雲かいい。うんうん、いい。ああ知ってるよ、萌え。いいね、上がる。見ていくだろう、縁日。うんうん、いかいか。ん？うん。あ、そこ。なんかいい。おっさんか。今年は人多いな。ほうほう、年々増えてるのか。うん。そうだね。あんまり離れんなよ。迷子になられたら大事だ。もうならないよ。真面目に聞いて本当に困る。ああ、手つなごってことかな。ああ、つなごつなご。スマホで連絡は取り合えるけど、その前にあんたが浮ついた奴らに絡まれたり。ああ、もしうちの学校の他の男とばったり会うとか。うん、七つ森くん、
やきもちな、ほほたく、この子は、うん、あんたの身を心配してんの、俺は。ありがとう。うん、ごめんね、気をつけるから怒らないで。怒ってない、勝手に心配しすぎてるだけ、俺が。うん、ありがとう。だから手つないどくぞ。腕を組んで即して手をつなぎました。後ろのカップルのように。いや、俺たちはあのカップルは普通にこうつないでるけど、俺たちはもう恋人つなぎしよう。うん、手出して。何があっても離さないように。ああ、もう口の横綿あめついてる。え、どんな頬張り方したら口の横に綿あめがつくんや。どんだけ糖分欲してるんだ。え、本当？はい、取れた。娘を持つ世のお父さんってこんな気分なのかな。ああ、まあそういう目線にもなりますよね。俺は一体どんだけ慌てて食べたんだ。数日ぶりの食事なの。せっかく浴衣で来たのに完全にわんぱく扱いされてるから。あ、子供扱いしてる。まあされても仕方ない。花火の始まりだ。行くぞ。行こう。あ、七つ丸くん走るの早いよ。手が離れちゃう。俺が離さないから。平気。下駄履いてる女子を走らせるな。かわいそうだろ。結局お前もワンパクじゃねえか。今年の花火、いつもより綺麗な気する。高校生活最後の花火だし、うん、私もそう思う。いつもと同じじゃない。これ言いたいけどな。でもこれなんかな、やっぱり会話がな、うん、一番マイナスなこと言うんだったらこれなんかな最後。うわぁ、最後も素敵だけどなぁ。これっぽいけどなぁ。うわぁ、どうしようかなぁ。めっちゃ迷うなぁ。いや、もうこっちだろ。まあまあ、こっちってよ。いつもと同じじゃない？同じか。色眼鏡で見てんのかなぁ、俺。うん、限られた高校3年間で同じ人と同じ花火を3年連続で見るとかさ。お？そっか、3回見ないと見れないから、このセリフが。ああ、昔の俺じゃ考えられない。ああ、つぶりくん、そうなの？ああ、すげえ成長させてもらったよ、あんたに。あ、夏森くん、私？そう。ん？なあ、出会った頃と今変わったと思わない？俺。そうだね、屋上の件以来様子がおかしくなったなーっていうのは感じています。お花畑、お花畑だなって。そうだな、夏森くんと出会った頃か、ちょっと怖い感じがしたかな。そうだね、塩分がすごかったよね。うん、毎日ピリピリ気張って学校じゃ人と距離置いてた。もしあのままの俺だったら、ものすごくつまんない高校生活を過ごしてたと思う。長住君、なんか会話の変わった部分にカタカナ入るよね。ものすごくつまんない。あは？そっか。だけど俺は変わった。いつもあんたがそばにいて
刺激を与えてくれたから。七つ森くん、いや俺も あの君からとても刺激をいただいています。うん、お互いこう刺激を与え合う仲なんだな。うんうん、無理して閉じこもらなくてもいいんだって教えてくれた。だから、うん、わあすごく大きな花火、綺麗だね。お前いい加減にしろよ。お前の一応の人がすごく大事な話をしてんだよ。どうして無視できるの。もうそれはスルースキルじゃなくて黙殺だよ。スキルじゃなくてキルってか、やかましいわ。ああ、本当に綺麗だ。諦めちゃったじゃないか。諦めちゃったじゃないか、お前のせいで。夏森くん、どういうつもりなんだ。楽しかったとか、そんなありきたりの言葉じゃ済まない。どう言えばいいかわかんねえよ。うん、まだ離れたくないんだ。うちまで送る。もう少しいたいし。何？悲しい。一緒に腕組んで帰る？手つなぐ？お、じゃあ後ろのカップルみたいにくっついて歩こうよ。ほら。どういたしまして。おやすみ。ねえ、ん？話したくないけど分かってくれ。はい、キスアルカードです。もしもし。あれ、もしかして風間くん。風間くんどうした。正解。分かんなかったら罰ゲームだったぞ。怖すぎる。急に出したの。テイクアウトのケーキ頼む。後で別のやつが取りに行くから。あは、別のやつが、自分がじゃなくて。へえ。うん、分かった。ご注文どうぞ。あれ、いらっしゃいませ。あれ、風間くん、別の人が来るって。自分が来れるようにしたんだな。ああ、ちょうど手が空いたからさ、自分で来た。来るはずだった人に何もしてないよ。そっか、じゃあコーヒーでもいかがですか、仕事中に。少しくらいなら。いや、ダメだ。いや、ちょっとその誘いはちょっと仕事中なんだから。風間くん、ダメだよ。お客さんが待っててさ。戻らないと。そうだよね、ごめんね。なんかまた今度来てくれ。そうなの、手が空いたって。いや、それはケーキを取りに来る工程を無理やりねじ込んだんよ。または取りに来るはずの人に何かをしたんよ。ああ一瞬な。意地でもここに来たくて必死で時間を稼いできたんよ。また自分が来ざるを得ない状況を作ったんよ。大丈夫だよね。え、一瞬じゃあ。長っ。風間くん、ケーキ忘れてる。最高に面白いね。さすが風間くん。ナイパを見て電話しましょう。よし、ナイパ行こう。行くよ。行こう行こう。あ、野のつもりくんからメッセージ。え、さっき電話したばっかやん。あんたんちの近くにある公園にいる。あ、ほっぺ、ほっぺか。うん、今回もほっぺ触られてた。ほっぺ触られたよ。
味覚の向こう側に行こうとしてるよ。とんでもない系統化している。この双子また悪い部分が出ているな。ロンパーカー、今の出現は忘れてくれ。ちょっと野獣馬根性出しちゃった。あ、お魚刺さりパイは回避したみたいです。根に持ちすぎ。まさか俺がこちら側に立つことがあると。イヤホンだと止めてあげて。